収まりました。係員が離れてスタートしました。ほぼ揃いました。先行争い、まずは押して7番のマイネル・ネーベルがスッと花に立っていきますが、内から6番のメサルティム、2番手につけます。3番手が8番のバレーノ・ロッソ、2番手に外並んでいって、4番手内から2番のアロハ・リリー、外半馬身4番アフリカン・ゴールド、2馬身相手1番レイザーベールが行きます。2馬身サスの後ろ5番のサトノ・ソルタス、内から3番カバルの追走、3馬身10番スーカールパン、最後方9番ゴールドフラッグ、2コーナーのカーブへと入っていきます。逃げる7番マイネル・ネーベル、リードは1馬身、2番手8番バレーノ・ロッソ、3番手1馬身内から6番メサルティム、1馬身4番アフリカン・ゴールド、4番手2馬身差向こう上面、2番のアロハ・リリー、外内が1番のレイザーベール並んでいます。その後ろに1馬身5番のサトノ・ソルタスの追走、2馬身差3番カバル、外は10番スーカルパン、最後方9番ゴールドフラッグという体型。残り 1000m を通過、62秒7で通過しています。3コーナーへと向かいます。7番マイネル・ネーベル、リードは体半分ぐらい、8番バレーノ・ロッソ差を詰めて800を通過、その後ろ内から6番メサルティムの追走、その外からアフリカン・ゴールド、3、4コーナー中間へ、そして5番のサトノ・ソルタスが動いていく。今5番手から4番手に接近、その後ろには2番のアロハ・リリー、そして内から1番のレイザーベール、スズカルパン・カバルといって、最後方9番ゴールドフラッグ。第4コーナーをカーブ直線へ、残り400を通過して、マイネル・ネーベル先頭2馬身のリード、メサルティム2番手、3番手に外から8番バレーノ・ロッソ、虫が入っています。そしてその外からアフリカン・ゴールド、内からレイザーベール200を通過、その後方カバル、アロハ・リリーの追走、さあ粘る7番マイネル・ネーベルにメサルティム、そしてカバルが襲いかかる、カバル、そしてメサルティム、そして内側マイネル・ネーベルですが、前はカバルかゴールイン。ストロングタイタンゲートインスタートしました。さあまずは正面スタンド前の先行争いです。まだ広がっています。位置がそれほど定まりませんが、ストロングタイタンがまず前の位置を取りに行きます。内からはカフェブリッツも後位、そして3番の谷のフランケルは控える形、現在2番手3番手の位置、外10番のシャイニービームと固まって、直後ですが2番のアイスバブルが行って、その外にノーブルマーズがつけました。若干馬群開いて7番のレトロロックは中段ポツンと進んでいます。その後外目に5番のアイスストームつけまして、各馬1コーナーカーブしていきます。さあレースをリードすることになったのは13番のストロングタイタンです。リードは4分の3馬身、控えて2番手谷のフランケルが追走です。3番手3頭4頭固まっていますが、外からわずかにノーブルマーズ、首を覗かして単独の3番手の位置上がりました。そしてそのうち1番のカフェブリッツがつけています。その外にいるのがシャイニービーム、間2番のアイスバブルと固まっています。直後ですが若干外目5番のアイスストームが追走して、その内にコースを取っている7番のレトロロックが行っております。そしてその後の集団ですが、11番の栗のヤマトの王が中段の位置につけまして、その後ですがアドマイヤールは、そしてメールドグラスは後方から3頭目を進んでいます。800切りました。そしてその後にカデナ、最後方から4番のアウトライヤーズという体制です。先頭から最後方まで馬群ギュッと詰まって、各馬3コーナーカーブ。ラップを刻むストロングタイタンのリードは現在体半分です。2番手の1谷のフランケル、ノーブルマーズ、そして外から2番のアイスバブル、そしてアイスストームと動いてまいりました。そしてさあ後方からぐーんと今まくるように上がっていったアドマイヤアルバ、アドマイヤアルバです。さあ第4コーナーカーブから直線コースへ、その直後メールドグラス直線コースへ向かって、今度は間からノーブルマーズが先頭に踊り出てくるか、谷のフランケル、谷のフランケル、ストロングタイタン残り200を通過した。その後栗のヤマトの王、大外から8番のメールドグラスグラースぐいぐい伸びてくる。あとはゼッケン9番のカデナも接近してくるが、先頭はゼッケン8番のメールドグラス、メールドグラス合輪。全馬収まりました。スタートしました。さあ先行争いです。まず7番のシャルルマーニュ伺います。外から内にコースを取りながら先頭、2番手2番のサトノグランがスッと後位につけていますが、外から6番のミッキーブラック、間4番のジェシーと固まりました。直後外目10番ゴールドフラッグ、最内1番のウィンクルサルーテが進んでおります。そしてその後に花津レジェンド、プレシャスブルーが並んで、後方から2頭目5番カフジバンガード、最後方から進む3番ドリームソルジャー、1コーナーカーブし終えて2コーナーです。先手を奪った7番シャルルマーニのリードは3馬身、2番手6番のミッキーブラック追走です。
3番手2番のサトノグランが追走、2コーナーから向こう正面へ、外からと半分差4番ジェシーです。その後10番ゴールドフラッグ追走していますが、最内から1番ウィンクルサルーテ少し位置を上げていきます。そしてその後の集団ですが、9番の花ズレジェンド、8番プレシャスブルーと追走、3馬身ほど馬群開きました。後方から2頭目5番カフジバンガード、最後方から3番ドリームソルジャーです。スタートして 1000m1 分0秒6で通過、まもなく3コーナーを迎えます。ラップを刻む7番のシャルルマーニのリードは現在1馬身半となりました。3コーナーカーブ、2番手6番のミッキーブラックつけています。800切りました。3番手外からジェシー、内からゼッケン2番をつけましたサトノグラン、その後1番ウィンクルサルーテ追走です。外からはゴールドフラッグ、間をついた9番の花ズレジェンド、残り600通過。後方から2投目プレシャスブルーが続いて、後方から今じわっと3番のさあドリームソルジャーが位置を上げ始めました。最後方に5番カフジバンガードで、第4コーナーカーブ、4コーナーカーブからさあ直線構成と向かいました。先頭はここで6番ミッキーブラックに変わった。ミッキーブラック変わるか、うち応戦するのが7番のシャルルマーニュ。この2頭の追い比べ、もう一度シャルルマーニュが前に出た。そして残り200を通過して 2,3 番手集団混戦の中、内からサトノグラン、そしてウィンクルサルーテ接近する。外から4番のジェシー、外から4番のジェシーが7番のシャルルマーニュに並んでかわして五輪。1番外15番ゲートスムーズ、係員離れて体制完了、スタートしました。ほぼ揃いました。正面スタンド前での先行争いです。うちで1番の湘南マルシェ、3番ベイビーステップ、さらには6番のアフリカンゴールド横に広がります。その外から8番お重長さんも先段へ、3番ベイビーステップわずかに先頭、外から8番お重長さんが2番手、3番手12番のロサグラウカ、うち6番アフリカンゴールド並んでいって1馬身、うち1番の湘南マルシェが後位のインコース、それにトラスト謙信差を詰めですとは中盤里のオンリーワン、それからその後ろに11番のバレディオが追走して1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。先手を取ったのは3番のベイビーステップ、リードは1馬身、2番手に8番お重長さんです。3番手は2頭、外に12番ロサグラウカ、内6番のアフリカンゴールド、2コーナーを回ります。1馬身相手7番トラスト謙信相手、ストジワット10番里のオンリーワン接近、向こう正面に入っていきます。中段インコース1番湘南マルシェ、それに半馬身差を詰めて11番のバレリオ、1馬身差外に13番ミスマンマミーヤ、内は5番のグランドサッシュ、1馬身4番レジェンドスラーがいて、1馬身外に9番マイネル・ブンシュ、内が15番ホイヤーベルク、後方の2頭は14番のスティルウォーターが走、最後方2番フェイズベロシティという体型。各馬第3コーナーのカーブに向かいます。さあマイネル分子が動いて、中段からさあ後位を目指して上がっていきますが、逃げるのは3番ベイビーステップ、体半分のリード、2番手8番のお重長さんが並んでいく、3番手に12番のロサグラウカ、内から6番アフリカンゴールド、9番マイネル分子、内は7番のトラスト謙信、1馬身差10番の里のオンリーワンの追走。3、4コーナー中間に入ります。その内から11番のバレリオが並んでいって4コーナーのカーブ、さあお重長さんベイビーステップ2頭並んで4コーナー600を通過、その外から12番のロサグラウカ並んでいって3頭広がって4コーナーから直線へ、3頭の後ろにマイネル分子、アフリカンゴールド、トラスト謙信広がって、そのうちにバレリオ、バグルの中、最内からは1番の湘南マルシェ400を通過、オーストラミスマンマミア追ってくる、さあベイビーステップの外から12番のロサグラウカ、アフリカンゴールド、内からは11番のバレリオ突っ込んで200を通過、トラスト謙信とミスマンマミア、オーストから、さあ先頭は6番のアフリカンゴールド、2番手争いトラスト謙信とミスマンマミア、先頭6番アフリカンゴールド、ゴールイン。2番手はどうか、7番のトラスト謙信か、13番のミスマンマミアか。今13頭のゲート寄りが終わりました。スタートしました。一歩遅れた8番のアップクォーク、後方からになりました湘南バッハ、それから5番のマイネルサージュも後ろからです。カーブに入るところで9番のサラキアが出てきました。サラキア先頭、リード1馬身半から2馬身取っています。まもなく周回コース、同じ勝負服2番トリコロールブルーンがすっと2番手のインを確保しました。すっと21番のダイワ客2で周回コース向こう正面、あとは12番のレッドローゼスが現在4番手の外、中に6番マイネルサーパス、インコース3番ブレスチャーニーです。中段7番のルミナスボリアーがいて、その後8番のアップクォークは中段後ろまで上がりました。内から1番レイホーロマンスが追走で、その後に4番の里のワルキューレ、後ろから4投目、
10番ラストドラフトは後ろから3番手外です。先頭までは11、2馬身インコース5番のマイネルサージュ、最後方13番の湘南バッハ。レースの中間1000メートルを通過します。1分1秒6で通過しました。3コーナー回っています。先頭は9番のサラキアリード1馬身、外11番ダイバキャクニーが2番手です。インコース2番のトリコロールブルー、体半分引いて3番手、外からは12番レッドローゼス4番手前を追います。さらには6番のマイネルサーパス4コーナーカーブ、外に7番ルミナスウォリアー、インコース3番ブレッシャーに600を送りました。ラストドラフトは後方大外に持ち出して直線コース。先頭は9番サラキアリード2馬身、外からダイバキャクニートリコロールブルーが現在3番手400を送ります。外からは12番のレッドローゼス、間を割って6番のマイネルサーパス、外から追い込んでくるのが7番のルミナスウォリアーです。前は11番ダイワキャクニーと9番サラキアの熾烈なる追い比べを、外から2番トリコロールブルーが虎視眈々前を追っている。前は3頭7歳になった。前は内でサラキア、ダイワキャクニー、外からトリコロールブルーが追い込んでくるが、間から11番ダイワキャクニー、外からトリコロールブルー、並んでゴールイン。前馬ゲートの中スタートしました。若干3番マサヘアドリーム後方になります。まずは先行争い出ていきました。9番マイネルネーベル、そしてこれをかわして11番ケイティクレバーが先頭に立ちました。11番ケイティクレバー先頭、2番手9番マイネルネーベル、追って16番アメリカズカップ並んでいます。4番手になった7番ロードバンドール1コーナーカーブ、あとは競りかけて14番ジェシー、内は8番ジョルジュサンクです。1コーナーから2コーナー、今回は逃げました。11番ケイティクレバー、リードは2馬身半から3馬身2コーナーです。2番手16番アメリカズカップ、3番手内9番マイネルネーベルになって2コーナーのカーブから向こう上面です。前から4投目14番ジェシーが行って、あとは7番ロードバンドール、1馬身半後方に8番ジョルジュサンク、外は並んで10番マイネルサーバス、大外は17番強兵です。3頭の後ろ2馬身後方に馬群の中5番ヒーズインラブ、あとは内4番ゴールドサーベラスが行っています。その直後ですが、外は1番トリコロールブルー、 1000m は60秒1の通過、あとは4馬身後方に2番ナイトオブナイツが行って、1馬身半後方12番フランツ、あとは6番アイスストームが行って3コーナーカーブ、1馬身半後方15番アウトライヤーズ800を切って、内は3番マサハヤドリーム、最後方2馬身差13番レトロロックの展開です。3コーナーから4コーナー、前から後ろまでは20馬身ぐらいの間隔、600を切って3、4コーナー中間です。逃げる11番ケイティクレバーですが、リードはなくなって、追って16番アメリカズカップ接近していきました。7番ロードバンドール、前3頭横一線で第4コーナーカーブ直線に向かいました。その後ろ外へ出して1番トリコロールブルー、1番外は12番フランツです。前は7番ロードバンドール先頭か、16番アメリカズカップ頑張っている、外から接近10番マイネルサーパスが接近する、外から10番マイネルサーパス先頭に変わるか、あとは外1番トリコロールブルー、大外12番フランツが接近するが、2着争いまでか、先頭は10番マイネルサーパス、10番マイネルサーパスゴールイン、2着は接戦ですが12番フランツ上がったか。